本の人気ゲーム龍が如くのハリウッド実写映画化決定が海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、ひなもとまこです。今回は龍が如くのハリウッドで実写化決定に海外が大興奮の話題です。海外、これはすごい。日本の人気ゲーム龍が如くシリーズがついにハリウッドで実写化されることが決定しました。セガは公式ツイッターアカウントで龍が如くのハリウッド映画化を正式発表しました。アメリカの制作会社1212エンターテインメントとワイルドシープコンテンツとセガの提供により制作される予定です。龍が如くは東京にある架空の繁華街カムロ町を舞台に裏社会を生きる人々の構想、義理と人情を描く作品です。2005年に発売された1作目は爆発的な人気を獲得して、以降は8本のナンバリング作品、8本のスピンオフ作品が制作されています。龍が如くシリーズでは木村拓哉さん、北大路欣也さん、竹内力さん、松田翔太さんなどそうそうたる俳優陣を起用したキャラクターが登場することでも有名で、新作の発表ごとに次は誰だと話題になります。アメリカのエンタメ専門誌バラエティによると、制作を務めるのはダークのエリック・バーマック氏、スケアリーストーリーズ怖い本のロベルト・グランデ氏、1983のジョシュア・ロング氏、監督や脚本家については現在検討中とのことです。龍が如くシリーズについて1212エンターテインメントは、龍が如くは我々に新たな遊び場を提供してくれるのです。それは今までに見たことのないようなユニークな世界観、複雑なキャラクターとともに説得力のある物語と言えるでしょう。そして初代主人公桐生一馬の物語には映画的な魅力が詰まっています。派手なアクションとコメディの融合、複数の物語が交差する展開、心を激しく揺さぶられるような食材の物語と声明を発表しました。また制作体制に関して龍が如くスタジオ総合監督の名越俊弘氏は、座組を作る段階で名越自身が中身が納得できなければやりたくないということを前面に押し出して話をしている。ちゃんと口出しをするというか、ちゃんとしたものを作るという前提で覚悟してやります。その形でないとやること自体にそんなに意味はないので、せっかくやるならいいものにしたいとコメントしました。セガは人気ゲームソニックのハリウッドによる実写映画版ソニック・ザ・ムービーも手掛けています。こちらの作品はアメリカでは2020年2月14日に公開されるや、名探偵ピカチュウを超えるゲーム原作史上最高のオープニング興行収入を記録し大成功を収めました。ちなみに日本では2007年に三池崇史監督によって一度映画化されており、北村一輝さんが桐生一馬役を、岸谷五郎さんが真島五郎役を務めました。この話題に国内および海外から様々なコメントが寄せられました。まずはじめに国内ネットの反応、それから海外の反応をご紹介しますのでご覧ください。国内ネットの反応。監督、韓国人はやめてくれ。中国人も勘弁してくれ。邦画のヤクザものの世界観をゲーム化したものを洋画にするってなんか面白い。ハリウッドでやるっつうならアメリカが舞台の方がええやろ。ネットフリックスでドラマ化のがいいと思う。外国の監督で日本で作ればいいじゃない。黒人枠あるから黒人入れないとダメだけど。永瀬はジャニーズ辞めて出れないかな。英語喋れないだろうけど。今のハリウッドは大量にチャイナマネーが入ってるし、中国市場込みで狙うならアジア人主役のコンテンツを探していると思う。ニューヨークを舞台にイタリアマフィアと中国マフィアが争うというストーリーになる？どうせキャストは日本人以外だろう。日本人の俳優、女優を使って声はあちらの声優とか俳優なんかに吹き替えしてもらえばいいんじゃないかね。
ヤクザ映画は仁義なき戦いで全て完成してるからな。北野武監督で日本で撮ってもらいたい。海外の反応。龍が如くがハリウッドで映画化へ。キャストが全員日本人であることを祈る。ハリウッド、たったのこの一言で夢と希望が打ち砕かれるのが面白い。絶対にこける。どうして今の時点で希望を壊すの？でもどうしてこんな真似を？これはすごい。ストーリーがいいからね。これは興味深い。三池崇史がすでに2007年に映像化していたが、彼は私が大好きな映画監督の一人。視聴を進める。龍が如くシリーズって面白いの？今までに遊んだことがないけど。映画よりもテレビドラマ化した方がいい。どちらであっても見るけどね。どのような結果になるかとても興味があるな。いいじゃないか。私は龍が如くのストーリーがとても好きだよ。すでに映像化されているのに。ああ、しかもゲームの映像化では最も優れた作品だ。心配しなくても絶対にこけるよ。一年もしないうちに存在を忘れる。映画が期待外れだったとして誰が気にするの？よかったらよかったでそれでいいじゃないか。白人のキャスティングはするなよ。俺は怒るぞ。龍が如くよりも GTA っぽくなるんだろうな。絶対にひどい作品、やらないでほしい。ハリウッドはキリュウとマジマをホワイトウォッシュするだろう。わお、これは面白くなりそうだぜ。以上が国内ネットの反応と海外の反応です。皆さんのコメントからは不安と期待が入り混じってますね。龍が如くは日本の裏社会を生きる人々の構想、派閥争い、義理と人情を描く作品とのこと。これをそのまま実写化するなら日本が舞台のヤクザ映画になるのですが、これをハリウッドが実写化するというのがやはりちょっと不安です。これまでもハリウッドが日本を舞台にした映画を見るとどうしても違和感を感じてしまいます。例えば東京をイメージしたと思われる繁華街は中国や韓国の繁華街に近かったりと、リアリティのない日本が描かれたりしていました。今回はそういった細かな部分と、せめて俳優さんは日本人の俳優さんの起用ならいいなと思ってしまいました。スタジオ総合監督の名越俊博氏のコメントを信じ、本格的に実写化するのであれば日本の舞台、日本人の監督や俳優さんを起用は必須でお願いしたいところです。あとは誰が桐生一馬を演じるのか、ここが一番気になりますね。日本では2007年に三池崇史監督によって映画化された時は北村一輝さんでした。先ほどの国内のコメントでは永瀬智也さんの声も上がっていましたが、確かに彫りの深い顔はイメージが近い感じがします。なるほど、いいかもしれませんね。まだまだ先の話ですが、期待と不安を持ちつつ楽しみに待ちましょう。皆さんもご意見や感想がございましたら、ぜひコメント欄お願いします。よかったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。それからシェアしてくれたらとっても嬉しいです。よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。